yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mountain. どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、引き続き新居の、DIY というか、ちょっとカスタマイズをしていくっていうシリーズになるんですけれども、僕の新しい新居を引っ越しましたっていう動画でちょっとお伝えしたんですけれども、このメインの部屋ですね、僕がいつもこの撮影に使ってる部屋で、一つだけここにクローゼットがあるんですね。で、結構広くて気に入ってるんですけれども、よいしょ、今こんな感じですね。こうやって3段に分かれていて、でその上の段には僕がいつも使っているバンカーズボックスを置いて、この中には、冬物とか今あんまり使わないものとかを上に置いてます。で、下の方にもですね、バンカーズボックスをこうファイルキューブっていう四角い、この箱の中に重ねてですね、こんな感じで置いています。で、それぞれこんな感じで引き出しとして使えるんですけれども、この中にはですね、ガジェット類だったりとか、ちょっとたまに取り出すものっていうのを入れて、収納をしています。基本的には僕の、家の中にあるものってほとんど、この箱に入れて収納してます。やっぱこれがあったおかげで、引っ越しの時めちゃめちゃ便利だったんですよね。もうこの箱を運ぶだけで引っ越しが終わるので、それもあって僕と奥さんだけで引っ越してきたなっていうふうに思うんですけれども、こんな感じですね。今もですね、このバンカーズボックス主体で収納っていうのをやってます。で、そしてですね、ここの真ん中の空間、ここがこうパカッと開いてると思うんですね。で、これはなんで開けてるかと言いますと、この家ですね、あれがないんですよ。クローゼットあるんですけど、ハンガーラックがないんですよね。ハンガーをかけるこうポールみたいなものがなくて、でもやっぱりこうジャケットだったりとか、あとシャツとかそういうものはちょっとこうハンガーかけておきたいなと思って、ハンガーラックを作りたいなと思ってるんですね。で、ここの空間がちょうどそのハンガーラックに、適してそうだなっていうことで、今日はここにですね、ハンガーラックを作りますっていう DIY 動画ですね。で、しかもですね、今回めちゃめちゃ簡単だと思います。めちゃめちゃ簡単というか、本当にこれだけですね、ドライバー1本、この、どこにでもあるこのドライバー1本で、賃貸に、ハンガーラック作りますっていう動画なので、多分皆さんも真似しやすい動画になると思います。はい、多分サクッと終わるんですけれども、ぜひ見てみてください。今回ですね、このハンガーラックを作っていく上で、使うアイテムが2つあります。で、それを先にご紹介しておくと、これですね、ラブリコっていうDIY をする人の中ではめちゃめちゃ有名なパーツなんですけれども、木を使ってそれを突っ張り棒的にこう壁と固定をして柱を作りますっていうアジャスターですね、これを使っていきます。で、このラブリコですね、普通はですね 2×4 っていう 2×4 のちょっと太めのこう木材を使うんですけれども、これ新型でですね 1×4 ってちょっと薄めの木材でも対応しているものがあったので、今回それを買っています。 1×4 バージョンのこのラブリコですね。で、ちょっと中身開けていくんですけれども、中に入ってるのはもう極めてシンプルですね。このラブリコの本体ですね、ここがくるくる回って、よいしょ、ここの足の部分が伸びますっていうパーツですね。で、そしてもう一つは滑り止め、これ後で説明するんですけど、木の下側につけて滑らないように固定するためのもので、裏側にはこれシールがついているので簡単に貼れます。で、あとはこのラブリコを固定するためのネジが4本付属しています。このラブリコを使うときはですね、事前にですね、柱を設置したい場所の長さを測っておきます。僕はここにこんな感じで縦に柱を立てようと思っているので、ここ長さがですね、84センチですね。ここの2段目の高さが84センチあります。で、そこからですね、このラブリコ分の高さ 7.5 センチを引きます。で、そうすると 76.5 センチですね。 76.5 センチの木材が必要ってことが分かります。で、その 76.5 センチの木材がじゃじゃん、こんな感じで実はすでに用意してあります。これはですね、楽天で買った木材なんですけれども、オーダーするときにですね、この 1×4 材でプラスこの長さを設定できるんですね。で、僕の場合ちょっと長めのこの 1×4 材を 76.5 センチずつ切って2本加工して送ってくださいって感じで、オーダーフォームに入れてこれ送ってもらいました。なので、
いつもはねこれノコギリで切ったりとか丸ノコでねカットしたりするんですけれども、今回はね事前にこれ測ってオーダーをしたので一切ねあの工具とか使わずにこの状態できました。なのでこれを組み立てるだけで簡単にですね、こうハンガーラックが作れちゃうっていう感じですね。まあ、なのでこう皆さんもですね、もしこれ真似するって言えば事前にね、サイズを測ってオーダーしてみてください。まあ、かなりね楽に DIY 進められると思います。この 1x4 材がね、準備できましたら、こんな感じで先ほどのね、ラブリコの中に同梱されていた、ゴムのよいしょ、スポンジみたいな滑り止めですね、これを、片面にこんな感じで、つけてあげます。で反対側にはですね、このラブリコを、カチャッとこうはめまして、1x4 にね、合うように設計されているので、スッとねこんな感じではまると思います。そしたらですね、付属の、ビスをですねドライバーで、グッとね締めていきます。まあ、このね専用のね、ネジも付属でついてくるっていうのがねやっぱりありがたいですし、今回ね僕はこれあのラブリコ白バージョンをね、購入したんですけれども、白バージョンのね、ラブリコだとこのねネジですね、このネジのところも白なんですよね。なのでこう見た目的にもねすっきり収まって、結構これは嬉しいですね。はい、そしてこんな感じですね、1,2,3,4 点ですね、ネジで固定することができました。で、このラブリコと 1x4 材ですねを組み合わせたものを2つ用意します。同じ感じですね、上にラブリコ下に滑り止めっていう感じでこの柱をね2つ用意します。続いてですね今回用意する DIY グッズ2つ目ですね、こちらも同じねラブリコから出ていますアジャスタブルアイロンロッド、アジャスタブルアイロンロッドっていうね、名前の、これねパーツを使っていきます。これはですね、名前のね通りですね鉄製の棒ですね。でかつ結構ね伸縮させることができて引っ張り棒として、使えますっていうものですね。よいしょ、開けるとこんな感じですね。いやこの質感ね結構ね好きなんですよね。あのこのラブリコ作ってる平安振動さんという会社がですねこの鉄製のね DIY グッズだったりとかこうインテリア用品ね作ってるんですけれども、非常に質感いい感じですね。このマットな鉄の感じちょっと見てほしいんですけれども、マットなね鉄の質感これがね非常にいい感じですね。ですね、でこのパーツがですねこんな感じで引っ張るとね伸びて、でくるっとね回すと固定できるというような感じになってます。これでですね部屋のサイズとかこうクローゼットのねサイズに合わせて突っ張り棒をね作れるっていう感じですね。で他に入っているのはこのねアジャスターですね、この突っ張り棒を固定するためのアジャスターとネジですね、これも一緒に付属しています。そしたらですねアジャスターを付けたい位置にですね、ちょっとこんな感じ測って印をつけて、で一応測ったらですね先ほどのねアジャスターをこんな感じでネジで締めていきます。でこれはねちょっとね購入してから気づいたんですけど、付属のねネジが結構長いんですよね。このアイアンロッドのね付属ネジが結構長いので、この 1x4 だとねちょっとねここねネジが飛び出ちゃうんですね。なので、まあ、1x4 でね真似をするっていう場合はちょっとこの短めのねネジを用意するか、もしくはですね、まあ、ちょっと壁とね設置する距離を空けて、壁がね傷つかないようにねしてあげる必要がありますね。僕の場合はですね一応念のためこんな感じでですね、ここにね保護のシールを貼っておきました。はい、こんな感じでこの2本のね柱にですねこのパーツをつけることができました。あとはねこれも設置していくだけですね。先ほどですね測った場所によいしょこんな感じで設置をして、このラブリコがですねここがねくるくる回るんですね。でここを回すと、こう長さが伸びて、このね突っ張り棒的な感じでこの柱が固定されるという仕組みなので、あっちのね柱もですねまずはねここを手でくるくる回していきます。でそれだけだとちょっとね安定性が弱いので、ここにねこうやって穴があるんですよね。でこの穴にですねこのドライバーを通してテコの原理でねもうちょっとね強めに締めていきます。でこちら反対側もですね同じようにですね柱を、設置していきます。はい、こんな感じですね、両側に今もう柱がついたので、あとはこのねアイアンロッドを横に渡していくだけですね。このね自分のクローゼットに合う長さまでこんな感じで伸ばして、最後にねこれをギュッとひねって
って長さを固定します。そうすることにはですね、こんな感じですね、横に突っ張り棒的なこの鉄のねハンガーラックをつけることができました。あ、かなりねいい感じですね。でこれ確かに耐荷重もね40キロぐらいまで耐えられるので、まあ服をねかけるぐらいだったらもう全然ねこれでいけちゃうと思います。そしたらですねここにねハンガーねちょっとかけていきたいと思います。これはですねうちの会社ドリップで作っているワンガーですね。そろそろですねこのワンガー皆さんにお届けできると思うのでもうちょっとだけね待っていてくださいね。このワンガーもですね、同じね鉄製で作られてるんですけどもすごいねこれ相性いいですね。この質感がやっぱ統一されると、クローゼットの中にもですね、こう統一感が出て、いい感じにねコーディネートできるんじゃないかと思います。まあ、そしたらですねちょっとね服もかけていきましょうか。このねハンガーラックにねちょっと服をかけてて気づいたんですけどさっきのね位置、ハンガーラックの位置だと僕のね、このクローゼットの場合ですねこの床というかこのね2段目の棚のところが結構ね、狭いのでこのジャケットとかかけるとちょっとね下がついちゃったんですね。なのでちょっとだけ今回ですねやり方を変えましてこの上と下を逆にしてちょっとね上の方にハンガーラックをつけてみました。それでですねようやくこのねハンガーラックに服をかけれるようになりました。こんな感じですねすごいねちょうどいいですね。僕の服だったりとかこのね棚のサイズにねジャストフィットしていてこんな感じで DIY で作っていけばこうねちょうどぴったりのねハンガーラックとかこういうね家具みたいなのが作れるというのがやっぱいいところですよね。よいしょ、こんな感じですね、どんどん自分の服をね、かけていこうと思います。僕はですね全部このパンツはこのね、ワンガーにかけてよいしょこんな感じでね、吊るして収納してるんですけれどもここでねハンガーラックがね、できたおかげでようやくねこの吊るすね収納が新居でもねできるようになりました。こうやってねハンガーで一覧で服を整理整頓しておくとねこう朝ね着替える時とかもやっぱ便利なんですよね。まあ、今日はねこれとこれで行こうとかっていうのがねこうパッとね一目でわかるので、こんな感じで結構服はねハンガーにかけて収納することが多いです。はい、というわけでですね今回はラブリコとアイアンロッドをね、使って、この賃貸のクローゼットの中に、このハンガーラックを作りますっていう動画でした。本当にですねラブリコのねパーツを2つ買ってロッド1つ買ってで木をねネットでこうオーダーをしてサイズを合わせたものを用意するというだけでね本当にこう誰でもできる DIY なのでまあ、ぜひね真似してみてください。このスタイルだとねやっぱりいいのがこう賃貸の壁を傷つけないっていうところですね。本当にこう突っ張り棒で柱を立ててそこにねネジを打ってるだけなので本当にこうどんなね部屋でも真似しやすい DIY だと思います。で、まあ、こんな感じで僕はハンガーラック作ったんですけども同じような感じでこうラブリコをね柱を増やしてこう棚を作ることもねできると思いますし、まあ、ここをねこうデスクっぽくね改造するとかそういうこともねきっとできると思います。まあ、なので、まあ、今回はねあくまで一例としてハンガーラック作ったんですけども、まあ、他にもですねいろんなアイデアありましたらぜひね真似してみてください。一応ね、リンクにねラブリコだったりとか木材をね頼んだところの URL を貼っておきますので、まあ、そちら、ご確認ください。はい、というわけでですね、このチャンネルでは、こういうね DIY とかインテリアのお話とか他にもね、ガジェットだったりこう Mac の話とかねいろいろしてますのでもしねこの動画が、まあ、気に入っていただけましたら、いいねもしくはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。